諸君の滅亡は将軍のせいではなく公主の無道が招いたことでござるぞ。今日将軍を手厚く葬る。京尉、商会、当該が死に、聖戦は平定された。龍禅は洛陽に送られ、安楽公に報じられた礼を述べに、芝生亭を訪れた。音楽を。諸君は懐かしくはないか。安楽公。はあ。諸君が懐かしくはないか。楽しいゆえ懐かしくありませぬ。なんともはや情けないことじゃのう。こんな主ではたとえ孔明でも長くは助けられぬ。脅威ではなおさらのことじゃ。陛下、何故あのようなこと。いや、もしまた聞かれたら先祖の墓が職にあるゆえ一日とて忘れることはできぬと答えられます。そうすれば必ず職に返してもらいましょう。おお。